デジタル化の需要が急激に高まっている現在、従来の営業方法の企業と SAP コマースクラウドを導入している企業を比較してみましょう。従来の営業方法の企業では、営業活動の際に営業資料を印刷し、足を運んでいます。商談の際は、多くの製品と資料を広げて説明をしています。受発注では、在庫確認から見積もり作成などに、CRM だけでなく別々のシステムを参照していたため、時間がかかり効率的とは言えませんでした。コマースクラウドを導入した企業では、営業活動から受注後の処理までの手間がかかる業務を自動化し、約 70% の業務効率化をすることができました。営業で足を運ぶときは、製品情報管理機能を活用し、最新の営業資料を自動作成することで、準備工数を大幅に削減していました。また、常時稼働でグローバルに使用できることや、AI を活用しておすすめや製品補充を自動で行うことで、時間と空間面、サービス面で営業機会を拡大し、14% の売上向上が見込めました。顧客や代理店ごとにポータルサイトを用意し、問い合わせや見積もり、受発注から納品情報を一元化することで、顧客満足度を向上できました。コマースクラウドの情報は CRM にも連携され、様々な部門間で顧客の情報が共有されることで、効率的で一貫性のある顧客対応が可能になります。2つの企業に業績や業務効率などの大きな違いを生み出したのは、SAP のコマースクラウドでした。SAP が提供するコマースクラウドは、営業 DX を実現し、企業の成長に貢献します。